はい、用意スタート。こんにちは、サッシーと申します。サッシーレトロゲーマーチャンネルですね。今日もレトロゲームを探しながら歩いていきたいと思います。そうだな、ね、江南区の上長屋っていう駅から歩いてゲームを探していきたいと思います。主にブックオフ2店舗ぐらいなのかな、行きたいと思います。まずはですね、桂丸山台とかっていうとこなのかなに行ってみたいと思います。このチャンネルですね、ルールあります。3つあります。まず1つ目、ゲームを楽しむこと。2つ目、ゲームを愛すること。3つ目、考え中です。それでは行きたいと思います。はい、ちょっと歩いてたらもう着いたんですね。駅から10分ぐらいなんだ。近いな、今日楽だな歩き、うん、ものの10キロぐらいしか歩かないんじゃないかこれは、うん、歩き系レトロゲーマーとしてはちょっと物足りない感じがするね。だいたい17、8キロぐらいからね足がつり出すんだけど、まああれはね、あるしね、あ、今日も今回も来たなみたいな感じになります。はい、というわけでこちら行ってみたいと思います。家帰って動画を見返してたんですけど、ここから先がですね、音声トラブルでほとんど撮れなくなってます。嘘だろお前。金沢八景方面に抜けるためにこの円海山という山を登りました。ここが武蔵の国と相模の国の国境だそうです。あっちの感じね。やっと着きました。大丸山、標高 156.8m ですね。山頂は見晴らし台になっていて、八景島がよく見えました。
というわけで横浜市で一番標高が高い場所でレトロゲームを紹介していきたいと思います。横浜市民で唯一無二の存在になれたと思います。1本目こちらですね、頑張れゴエモンアゴキングというやつなんですけど、横スクロールアクションですね、まあ、3D 要素もあるのかな、まあ980円ぐらいなんですけれども、まあ相場的にはまあまあそこそこっていうか、まあちょっと安いぐらいなんですけど、説明書がですねかなりボロボロというかもうシワシワになってました。ディスクの状態はそこまで悪くなかったですね。次がこちら悪魔城ドラキュラジャッジメントのオリジナルサウンドトラックですね。こちら名曲がですねたくさん収録されています。人によってはですね音がちょっと安っぽいっていう感じで、まあそのあまり評価をしていない人もいるんですけれども、まあ、このジャケットとかもね大場つぐみさんの絵でかなり気に入ったので今回買ってみましたね。相場はまあこれ1900円ぐらいかな、まあ、大体それぐらいで売られてます。相場通りって感じですね。まあ悪魔城ドラキュラとかはね結構こう高騰目覚ましいので今回サントラとかにも手を出してみました。その切り通した上にこれ横浜横須賀道路が通ってるけどすごいな。別にそれをその上に乗っけてるわけじゃないけど、うわすごい。本当はちょっと最後まで行きたいけどね、こっち行くと鎌倉になっちゃうんで、あとはもうこの先かなり長いから行きたいけど、今日はちょっとここで断念で引き返してブックオフ行きたいと思います。はい、やっと着きました。ここねブックオフとバットマンが併設されてるらしいです。山を越えてやっと来ました。それでは行きましょう。ブックオフバットマン、ブックオフバットマン、ブックオフバットマン。ボッチザロックの聖地にもちょっと顔をだ行ってみました。いいね。はい、というわけでブックオフ朝比奈店行ってきました。いやーこれあったよ、これ買ってきた
すげえ、森口博子のこれベストなんだけど、ベストマイライフってやつ、これね、かなり名曲入ってるし、ジャケットがかなりさ、これさ、セクシーなんだよね、かなり。もう名曲だ。これはかなりね、テンション上がった。やった、買えましたよ。森口博子さんの CD ね、もう、ガンダムとかのアニメ系のやつしかないから、結構、探すの大変なんだよね。あとこれね、Nintendo DS でリメイクされた、サガ3のサントラも売ってた。これも買ったよ。これもかなり、サガ3自体はすごい好きなんで、これ見つかってよかったね。この2つ買ってきました。はい、というわけで今回のレトロゲーム探し旅は以上となっております。また動画撮りたいと思います。失礼します。